祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車失墜の断りを表す。さっくり平家、さっくり読んでまいります。昨日お休みしちゃったので、今日は古号から。定本は、平家物語絵巻、中央公論社巻第6巻上古号のこと。サムネイルは明星大学さんのものをお借りしております。古号のこと第1弾。主情は蓮母の御涙におぼし、おぼしめし、沈ませ玉いたるを申し慰め参らせんとて、中宮の御方より古号の殿と申す女房を参らせなる。そもこの女房と申すは、桜町の中納言重則の京の御娘、近中一の美人、並びなきことの上手にてぞましましける。冷静の大納言高房の京、いまだ少々なりしとき、見初めたりし女房なり。はじめは歌を読み、文をは尽くされけれども、ちょっと待って、玉ずさの数のみ積もりて、なびく景色もなかりしが、さすが情けに弱る心にや、ついにはなびきたまいけり。されども今は君へ召され参らせて、せんかたもなく悲しゅうて、あかぬ別れの涙にや。なんか演歌みたいですね。やばい。はい、ヒロさんおはようございます。良い天気です。本当ですね。こちらも非常にいい天気で、日が差し込んでおります。気持ちいいですね。それでは読んで、続き読ませていただきます。なんか演歌がこう歌うときに、歌の前にナレーションというか入りますよね。あれみたいな感じですね、この辺ね。いきます。されども今は君へ召され参らせて、せんかたもなく悲しうて、あかぬ別れの涙にや、袖しを垂れて星あえず、少々いかにもして古号の殿を今一度見立てまつることもや、とそのこととなく常は三代せられけり、古号の殿のおわしけるつぼねの辺、かなたこなたへたたずみありきたまいけれども、古号の殿、我君へ召され参らせぬる上は、少々いかに申すとも言葉をも交わすべからず、とてつての情けをだにかけ、つての情けをだにもかけられず、少々もしやと一種の歌をようで、古号の殿のましましけるつぼねの水の中へぞ投げ入れける。思いかね心は空に道のくの、地下の潮釜近き貝なし。古号の殿、やがて返事もせま欲しう思われけれども、君の御ため御後ろめた人や思われけん、手にだに取りても見たまわず、やがて小刀に取らせて、つぼねの、つぼの内へぞ投げいださる。少々情けの恨めしけれども、さすが人もこそ見れと、そら恐ろしうて急ぎ取って懐に引き入れて、いでられけるがなお立ち返り、玉ずさを今は手にだに取らじとや、さこそ心に思いすつとも、今はこの世にて愛民こともかたかれば、生きていてとにかくに人を恋しと思わんより、ただ死なんとのみぞ願われける。非常にこう有名な段みたいですね。私何も物を知らないのでよく分かってないんですけれども、それでは現代語訳を読んでいきます。まあ、知らないっていうことは ある意味ね、新鮮な気持ちで読めますのでね。はい。ひろさん、わらわら歌は世につれ、世は歌につれ。本当ですね。それじゃあ読んでいきます。古号のこと、高倉天皇はその後も蓮母の涙に暮れて思い沈んでいらっしゃった。
そう、ちょっとおさらいがてら思い出すんですけど、この前の段ではですね、高倉天皇が、奥さんの徳子、中宮ですね、これ清盛の娘ですけれども、それに仕えている女房の、そのさらにお使いの少女というかですね、お使いの娘に、と仲良くなっちゃったんだけど、やっぱりさすがにこう具合が悪かったみたいで、それで大当たり等をですね、控えてしまったらしいんですよね。いや、そしたらですね、そのお嬢さんが死んじゃったんですね。いや、でもどうなのよって思うんですけど、まあそれで心が晴れなかったみたいなんですね。続きます。そのお嬢さんが、まあ、葵の前という人だったんですけれども、でもどうなんでしょうね。結局自分の奥さんの女房の次女ですよ。奥さんの次女の次女みたいなね。奥さんとしてかなり複雑だと思うんですけどね。どうなんでしょう。さて続き。高倉天皇はその後も蓮母の涙に暮れて思いに沈んでいらっしゃった。これをお慰めしようと、中宮平の徳子の御方から皇后の殿という女房をおそばに参らせた。奥さんよくできてるね。まあこの時代ならではかな。この女房は桜町の中納言藤原の重徳卿の娘で、当時宮中随一の美人で、とりわけ金の名手であったことですね。冷泉大納言藤原の高房卿がまだ少将であった頃、見初めた女房であった。少将高房は初めは歌を詠んでは送り、何通もの手紙を書いて送ったけれども、いたずらに手紙の数ばかりが積もるばかりで、彼女は一向になびく様子もなかった。この辺はその「平家物語」の中のメモリアルストーリーの中のさらに、昔の話みたいですね。 面白いですね。要するにこう話がむちゃくちゃ入れ子状になってる感じで、平家物語の中で本筋ではですね、高倉天皇が崩御なさったっていう話なんですよ。で、高倉天皇はこんな人だったねっていう話がこう思い出回想として入ってきて、そういえばその高倉天皇の思い出の中にこんな人がいたねっていう、さらに思い出の話ですね。ややこしい。続き。しかしながらさすがに情にほだされてか、そのそうですね、その皇后の方っていう人がいたねっていう話で、さらにその皇后の方の昔の恋人の話なんで、むちゃくちゃややこしいですね。続き、ごめんなさい。今は、少将に、さすがに情にほだされてか、とうとう少将になびく結果となった。しかし今は天皇に召される身となったので、少将は致し方もなく、別れがたい悲しみのあまりに、袖で、涙で袖はしとど濡れて乾く間もなかった。少将はなんとか今一度皇后の殿をよそ目にでも見られないものかといつも宮中に参内をしていた。皇后の殿のいる、部屋のあたりをあちらこちら立ち止まったり歩き回ったりしたが、皇后の殿は衆生の君の、まあ天皇のですね、お召しを受けて参入をしたからには、少将様がいかようなお言葉をおかけになろうが、言葉を交わすべきではありませんと言って、人づてにさえ情けの言葉をかけない。それでも少将はもしかしたらと一首の歌を詠んで、皇后の殿の部屋の水の中へ投げ入れた。重い鐘、心は空に道のくの、地下の塩釜近き飼いなし。あまりの思いに耐えかねて、悲しさのあまり、ただ上の空ですぐ近くまで来ておりますのに、お目にかかれず、その甲斐もありません。ちなみにこの塩釜というところはうちの近くにございますけどね。続き。皇后の殿はすぐにも返事をしたいと思ったが、衆生のために気が咎めたのか、それを手に取ることもしなかった。すぐに近くにいた目のあらわにそれを拾わせて、坪庭の中に投げ出させたのである。少将は情けなく恨めしく思ったが、
人に見られては一大事と恐ろしくなって急いで拾い上げると懐にしまい込んで立ち去った。それでもなお後ろ髪を引かれる思いで立ち戻ると、玉梓を今は手にだに取らじとや、さこそ心に思いつつとも、手紙をもう今は手にもお取りにならないというのですか。それほどに私をお見捨てでも、せめて手紙を手に取ることくらいはなさってもよいのではないですか。と読んだ。今はこの世で互いに会うこともできないので、生きながらえて蓮母の思いに苦しむよりもいっそ死んでしまいたいと少々は願うばかりであった。第2弾。入道相国この由を伝え聞きて、中宮と申すも御娘、冷勢の少々もまた婿なり、古豪の殿に二人の婿を取られては、世の中よかるまじ、いかにもして古豪の殿を召し出し抱いて失わんとぞのたまいける。古豪の殿この由を聞きたまいて、我が身の上はとにもかくにもなりなん、君の御ため御心苦しいと思われければあるよ。代理をば紛れ入れて行方も知らずぞうせられける。主上御嘆きなのめならず、昼は夜のおとどにのみいらせたまいて、御涙に沈ませおわします。夜は南殿に出業なりて、月の光をご覧じてぞ慰ませましましける。入道相国この由を受けたまわって、さては君は古豪殿に、古豪の殿におぼしめし沈ませたまいたんなり、きらんにとってはとて御解釈の女房たちをも参らせられず、三代下も人々もそねまれければ入道の権威にはばかって参り通う進化もなし、何をうち潜めて近中いまいましゅうぞ見えし、頃は8月10日あまりのことなれば、差しもくまなき空なれども、主上は御涙に曇らせたまいて、月の光もおぼろにぞご覧ぜられける。やや信仰に及んで、人やある、人やあると召されけれども、御依頼申すものもなし。いややあって、壇上の代筆中国その夜しも御都の井に参りて、はるかに遠う将来けるが、中国と御答え申す。何時地公を参れ、仰せくださるべきよしあり、ごめんなさい、胸あり、と仰せければ何事やらんと思い、午前誓うぞ三時たる、何時もし古豪が行方や知りたる、と仰せければいいかでか知り参らせ候べき、と申す。まことや古豪は佐賀の兵片織堂とかやしたるうちにありと申すもののあるぞとよ。何時が名をば知らずとも尋ねて参らせてんや、と仰せければ中国、主が名を知りそうらわで、いささか尋ね会い参らせ候べき。ちょっと待ってくださいね。いかでかですね、ごめんなさい、いかでか争うという字、いかでかって読むんですね。いかでか尋ね会い参らせ候べきと申しければ、主上下にもとて御涙せきあえさせましまさず、中国につくづくものを案ずるに、まことや古豪の殿は金引きたまえぞかし、この月の赤さに君の御子と思いで参らせて、金引きたまわぬことは世もあらじ、代理にて金引きたまいしとき、中国笛の役に召され参らせしかば、その金の音は伊豆国ても聞き知らんずるもの、佐賀の在家行くほどかあらん、うち回って尋ねんになどか聞き出さであるべきと思い、さそうらわば、主が名は知らずたまい、そうらうとも尋ね参らせそうろうべし、たとい尋ね合い参らせてそうろうとも、御所何度そうらわずんば、上の空とやおぼしめされそうらわんずらん、御書を賜って参りそうらわんと申されければ、
主上、下にも、とてやがて恩書、遊ばい手ぞ下されける。両の御馬に乗りてゆけ、と仰せければなかくに、両の御、まあ、司と読んだ方がいいのかな。なんてなってるかな。両でいいんですね。両の御馬賜って、明月に鞭を上げ、西を指してぞ歩ませける。はい、ひろたんどうしました？現代語訳、入道小国清盛はこのことを伝え聞いて、なんと中宮とはいうものの我が娘じゃ、冷静の少々高房もまた我が家の婿君じゃ、古豪の殿に二人の婿を取られては世間体がよくない、なんとかして古豪殿を召し出して亡き者にしようという、恐ろしい。そんなのありですかね。これを聞いた古豪の殿は、我が身はどうなろうと構わないが、主上のためには心苦しい限り、まあ、これからお上という発音させていただきましょう、と思って、ある夜密かに内裏を抜け出して、いずこともなく姿を隠してしまった。お上の嘆きは一方ではない。昼は寝所に引きこもられたまま涙にむせんでおいでになる。夜は四神殿、すなわち南殿に おいでになって、月の光を眺めて心を慰めておいでになる。この様子を、聞いた入道相国は、さてはお上は古豪ゆえに思い沈んでいられるとな、ならばこちらにも考えがあると言って、お上の身の回りの世話をする女房たちも差し上げず、また三代する公卿天領人たちもそねんだので、入道の牽制を恐れて宮中へ三代する臣下もいなくなった。パワハラ。男も女も息を潜めて宮中は陰気に打ち沈んだ有様であった。折から8月10日過ぎであったので、空が澄み渡っていた。だが主上は、お上は両目に涙を浮かべさせられて、お浮かべになってでしょうね、月の光もぼんやりと霞んでご覧になっていらっしゃった。やがて夜更けになると、誰かいるか、誰かいるか、他祖あると近似の者をお呼びになるが、誰一人返事をする者がいない。だいぶたって壇上の代筆源の中国が、ちょうどその夜殿井の番で出仕していて、はるか離れたところに控えていたが、中国が参って候と申し上げた。中国か、こちらへ参れ、そなたに申しつけたきことがあるとおっしゃる。何事であろうぞと中国は御前近くに進み出た。そなた、もしや古豪の行方を知ってはいないか。全くもって存じもよらざることとお答えをする。するとお上は、まことのことかどうか、古豪は佐賀のあたり片織戸とかいうものをしつらえた矢のうちにいると申すものがあるそうだ。その矢の主の名は分からずとも、それを目当てに探してみてくれぬかとおっしゃる。中国が、家主の名がわからないでどうしてお尋ねすることができましょうやと申し上げると、お上は、現にもっともやなと涙をお流しになる。中国は、つくづくと思案を巡らしてみたが、さよう、五郎殿は琴をお引きであった。この月の明るい夜に必ずお上を忍び奉り、琴をお引かれぬことはあるまい。宮中で琴を引かれた際に、この中国も笛の役として召されたので、その琴の音はどこであろうとも聞き分けられるであろう。佐賀の民家などそんなに多くはあるまい。結構田舎なんですかね、昔からね、あの辺。
尋ねはあればどうして聞き出せないことがあろうかと思いついた。中国は、されば家主の名は分からずともお尋ねもしてみましょうぞ。しかしせっかく尋ね当てましても、お上のお文がなければ古郷の殿もいい加減なことと思われるでしょう。この上はお文をしたためていただいてまいりたく存じます」と申し上げた。高倉天皇は「もっともじゃ」と文をしたためられて中国にお渡しになさった。お上は中国、名僚の馬に乗っていけとおっしゃる。中国は僚の馬をいただいて、月明かりの中、馬に一鞭当てると、西の方を指して馬を進めたのである。お昼になりましたね。さて、サムネイルをちょっと見ていきます。思いに引け、古郷、思いに沈む高倉天皇を慰めようと中宮が参らせた古郷という女房は、清盛に憎まれ、危険を感じて自ら身を隠してしまった。8月の月夜に、お月見の季節ですね。最も月が美しい頃に、これもポイントなんでしょう。天皇は源の中国に命じて古郷の行方を探させると。でもね、その琴の音を聞き分けられるっていうのがすごいですね。おっと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 、そういうもんなんでしょうか。さあ、それでは次の段に移りますね。次の、そうですね、3段目なので、ちょっとサムネイルを変えます。第3段「おしかなくこの里」と永寺県佐賀の辺りの秋の頃、さこそは哀れにも覚めけめ、片織どしたる矢を見つけては、このうちにもやお忘らんと控え控え聞きけれども、こと引くところはなかりけり、御堂などへも参りたまえることもやと、釈迦堂を初めて堂々見舞われども、古郷の殿に似たる女房だにもなかりけり、むなしゅう帰り参りたらんは、参らざらんよりなかなかあしかるべし、これより出地へも迷いいかばやとは思えども、いずくかおうちならん、ならぬ身を隠すべき宿もなし、いかがせんと案じわずらう。まこと王林はほど近ければ月の光に誘われ、参りたもうこともやと、そなたへ向かいてぞあくがれける。亀山のあたり近く、松の一村ある方に、かすかにことぞ聞こえける。峰の嵐か松風か、尋ずる人のことの音か、おぼつかなくは思えども、駒を早めていくほどに、片織どしたるうちに、金をぞ、ことをぞ、引き済まされてたる。控えてこれを聞きければ、少しも和うべくもなく、古郷の殿の妻をとなり、学は何ぞと聞きければ、夫を思うて子と読む、宋夫人という学なり。中国、さればこそ、君の御子と思いいで参らせて、学こそ多けれこの学を、引きたもうことの優しさよ。と思い、腰より養女を抜きいだし、ちっと習いて角をほとほとと叩けば、言葉やがて引きやみたまいぬ。これは内裏より中国がお使いに参りて候開けさせたまえ、とて叩けども、叩けども、とがむる者もなかりけり、ややあって、うちより人のいずる音しけり、うれしく思いて待っところに、錠を外し角を細めに開け、痛い気したる子女房の顔ばかり差し抱いて、これはさように内裏よりお使い何度賜るべきところでもさぶらわず、もし角互いにてぞさぶらうらんと言いければ中国、返事せば、角立てられ、錠刺されなんずと思いけん、是非なく押し開けてぞ入りに行ける。
ちょっとこの段長いんですね。頑張ろう。現代語訳。おしかなくこの山里の差がなれば、悲しかりける秋の夕暮れ。これ藤原の元都市。このように歌に読まれた佐賀のあたりの秋の景色はさぞかし物寂しく哀れに思われたことであろう。中国は首相から指示、お上から指示された片織り戸のある家を見つけるごとに、この家の中に小郷殿がおられるのではないかと馬を引き止めながら一軒一軒と耳を澄ましてみたが、琴の音の聞こえる家はなかった。あ、つみさん、こんにちは。お茶ありがとうございます。たまにお伺いさせていただいております。戦国の話とかお城の話とか面白いですね。私その辺のことは全く不安ないですので、また勉強させていただきたいと思います。こちらはただいま平家を読んでおります。続き、近所の御堂に、待ってくださいね。中国はお上から指示された片織戸のある家を見つけるごとに、この家の中に小郷の殿がおられるのではないかと馬を引き止めながら一軒一軒と耳を澄ましてみたが、琴の音の聞こえる家はなかった。近所の御堂に参籠なさることもあろうかと釈迦堂、これって千本釈迦堂のことですかね。清涼寺、清涼寺と読むんでしょうか。京都市右京区の清涼寺の本堂をはじめあちこちの堂を見回ったが、小郷の殿に似た女房の姿さえ見えなかった。このまま虚しく宮中に立ち返ったのでは、探しに来ないよりはもっと悪いであろう。これから行方をくらましてしまいたいと思ったが成果を上げられないとやっぱりちょっと具合が悪いんでしょうね。この国のすべてが天皇の御領地で、身を隠せる家とてもない。どうしたらよかろうかと中国は途方に暮れていた。ふと嵐山の法輪寺がほど近くであり、月の光に誘われて小郷の殿がもしあそこに参詣なさることがあるかもしれぬと思いつくと、中国はその方向に馬を進めた。亀山の近くに一村の松が生えているあたりからかすかに琴の調べが聞こえてきた。峰の上から吹き下ろす嵐か、松の枝を吹き渡る風か、それとも尋ねる人の琴の音か、確かにそれとは分からなかったが、中国は馬を早めて近づいてみると、片織戸が言われた一軒の住家の住家の中で、心を澄まして琴を弾くものがあった。なんとなくこの松の音、風と松とその琴の調べっていうのがいつもセットで出てきますね。続き、馬を止めて耳を傾けると、曲がうことなき小郷の殿の奏でる妻音であった。曲は何かと聞いてみると、夫を思って乞うと読む総夫連、雅楽の曲での名前ですが、総夫連という曲であった。中国はやはりそうだ、主上のことを、お上のことを思い出して数ある曲の中からわざわざこれを選んで弾いておいでになる小郷の殿の心の優しさよと感動した。中国は腰に刺していた横笛を抜き出すと、ちょっと吹き鳴らして片織戸をほとほとと叩くと琴の音が止まった。これは宮中より中国がお使いとして参上いたしてござる、ここを開けてくだされと繰り返して叩いたが、中からは問い返す返事もない。しばらくすると中から人の出てくる気配、やれ嬉しやと待っていると、片織戸の錠を外して戸をわずかに開いて、可愛らしい少女が顔ばかりを覗かせた。この家はさような宮中からお使者がお越しになるようなところではござりませぬ、お門違いでございましょう。というので中国は下手に返事をして戸を閉じられ、
錠を開けられて、かけられては困ると思って強引に戸を押し開けて中に踏み入った。うん、今的に言うとチェーンつけたまま応対をされたのに、無理やり足をこう踏み入れてですね、閉じれないようにしてみたいな感じですかね。さて、それでは続き第4弾、原文。妻殿際なる縁に、皆様の、30分が過ぎたようでございますね。皆様から寄せられた軍資金その他によってですね、無事に延長がなされたようでございます。ありがとうございます。第4弾、妻殿際なる縁にいて、なんとてかようのところに御渡り候やらん、君はおゆえにおぼしめし沈ませたまいて、御命もすでに危うくこそ見えさせましまし将来。かように申さば、上の空とやおぼしめされ候らん、御将賜って参りて候とて取り抱いて立てまつるありつる、ありつる女房を取り継いで、古豪の殿にぞ参らせける。これを開いてみたもうに、まことに君の御書にてぞありける。やがて御返事書いて引き結び、女房の装束一重ね添えてぞいだされたる。中君、お返事の上は徳を申すに、申すに及び僧らはねども、別地の御使いにても僧らはばこそ時期のお返事受けたまわらでは、いかでか、帰り参り僧侶べし、候べきと申しければ古豪の殿下にもとや思われけん、自ら返事したまいけり。そこにも聞きたまいつらんやん聞きたまいつらんように、入道あまりに恐ろしきことをのみ申すと聞きしが浅ましさに、あるよ密かに忍びつつ代理をば紛れ入れて、世はかかるところの住まいになればこと引くこともなかりしが、明日より大原の奥へ思い立つことの将来ば、主の女房、今宵ばかりの名残を惜しみ、今は夜も更けぬ立ち聞く人もあらじ、何度進むる間さぞな昔の名残もさすがゆかしくて、手慣れしいことを引くほどに安うも聞き出されけりな、とて御涙関屋へたまわねば、中国もそぞろに袖をぞ絞りける。ややあって中国涙を抑えて申しけるは、明日より大原の奥へおぼしめし立つことと候は定めて、御様などもや、返させたまい僧らわんずらん、しかるべえも僧らわず、さて君をば何とかし参らせたもうべき、夢夢かない僧侶をまじ、相構えてこの女房いだしまいらすな、とて共に飯ぐしたるめぶ吉祥などとめおき、とどめおきかな、その矢を守護せさせ、我が身は寮の御間に打ち乗って代理へ帰り参ったれば、夜はほのぼのと明けにける。現代語訳、中国は妻殿脇の縁に座って、どうしてかかるところへおいでなされたのやら、お上はあなたゆえに思い悩まれて、お命もすでに危ういご様子に お見受けいたします。こう申し上げるばかりではいい加減なこととお思いでございましょう。帝のお文をいただいてまいりました、と文を取り出して差し出した。先ほどの女房がそれを受け取ると古豪に取り継いだ。開けてみればまさしくお上のお手紙。古豪はすぐさま筆を取ると返事をしたため、折りたたんで引き結び、女房装束一重ねを添えて差し出した。中国はご返事をいただきました上はとかく申すべきではござりませぬが、別の人が使いで参りましたのならともかくも、直々のご返事をいただかなくては帰るにも帰れませぬと申した。古豪はもっとものことと思ったのか、改めて自ら中国に返事をした。古豪は、あなたもお聞きのことと存じますが、
入道相国があまりにも恐ろしいことばかりを申していると聞いたので、恐ろしさにある夜密かに宮中を逃げ出して、今はかかるところに侘び住まいの身でございますので、ことを引くこともありませんでした。明日から大原の奥へ思い立つことがあったものですから、この家の女主が今宵限りの名残を惜しんで、もう夜も更けたこと、立ち聞く者もいないでしょうと勧めるので、過ぎし昔も懐かしく、手慣れたことを引くうちにたやすく聞きつけられてしまいましたと涙を抑えかねていたので、中国にもそぞろ涙に袖を濡らした。しばらくして中国が涙を抑えていった。明日より大原の奥に思い立つことがあるとおっしゃるのは、きっとお姿を変えて尼になられる決意でございましょう。それはなりませぬ。お上のお嘆きを何となさいますか。夢夢それはかなわぬことです。者ども、古豪の殿をここから一歩もお出し申し上げるな、と友の目部吉祥などをそこにとどめ置いて守護させると、自身は目領の馬に乗って代理に立ち返った。夜はほのぼのと明け渡っていた。というわけで、サムネイルのご説明、古豪の、殿のことですね、金のこと。でもこれは、絵はどういうことかちょっとわかんないんですけれども、まあ、琴の音にですね、笛を合わせたことがある中国は、佐賀のあたりを琴の音がしないかなという感じでですね、こうそれを、頼りに古豪を探すと。月夜に高倉天皇を思い出して惹かれる総夫連というこの曲で、中国はついに古豪の方を、まあ、探し当てたと。というわけで、では次のサムネイルに変えますね。まあ、見つけてよかったねと思うような思わないような、それでは第5弾、原文、中国、やがて両の御馬つながせ女房の装束おば早馬の障子に打ちかけて、今は定めて御心もなりつらん、たれしてか申すべきと思い、南の殿を指して参るほどに、主上はいまだ呼べの御座にぞましましける、南にかけり北に向こう、関羽を秋の狩りにつけがたし、東に入れて西に流る、ただ戦争を暁の月によす、と御心細げに打ち眺めさせたもうところに、中国に都と参りつつ、古豪の殿のご返事をこそ参らせけれ、主上名のめならずに御官あって、さらば何時やがて言うさりぐして参れとぞ仰せける。現代語訳。さて、代理に参着した中国は、まず目領の馬を元の馬屋につながせた。古豪の殿が差し出した女房装束は、少量殿の綿殿、天井の間の入り口に建てられている馬型の障子、まあ、ついたてですね、ついたての上に打ちかけておいた。お上は、今はきっとお休みになっておられるであろう。誰を介してお取り次ぎを願ったものか、と思案に暮れながら、紫宸殿の方に参ると、驚いたことに、お上はまだ昨夜の御座所にそのまま座っておいでになる。南にかけり北に向こう、関羽を秋の狩りにつけがたし、東に入れて西に流る、ただ戦争を秋の暁の月によす。秋になると南に、そして春が巡ると北に向かって飛んでゆく狩りに、寒暑の寒い暑いですね、寒暑の便りを託したいが思うに任せない。また月は夜ごと東に昇り西へと傾く。だが我が思いを託するすべもない。
ただ明け方の残月を、まあ、残った月をですね、悲しみに沈みながら眺めいるばかりである。以上、和漢老英集本朝文髄諸集大江の朝綱の詩漢詩ですね、と独吟しつつ、月を物悲しく眺めておいでになる。中国は都と寄って古豪のお返事を差し上げた。お上は大層お喜びになって、なればそなたすぐ今夜連れてまいれとおっしゃった。第6弾原文。中国入道小国の帰り聞きたまわんところは恐ろしけれども、これまた直上なれば人に車買って佐賀へ行き向かう。五号の殿参るまじきよしのたまえども、ようようにこしらえ立てまつりて、車に乗せ立てまつりて、代理へ参りたりければかすかなるところに忍ばせて、夜な夜な召され参らせけるほどに、姫宮ご一緒いでこさせたまいけり、拷問の妙因とはこの宮の恩ことなり。現代語訳。中国は回り回って入道小国の耳に入るのが恐ろしかったが、これまた天皇のご命令なので、人に牛車を借りて佐賀に出かけた。古豪が再び御所には参らないというのを中国がさまざまになだめすかして、やっとのことで車に乗せて代理に到着をした。人目につかない御殿を選んで、古豪をそこに隠し住まわせて、お上は夜ごとにお召しになった。やがて古豪は懐妊し、姫君を出産した。この姫宮は成人の後、拷問の尿院とお呼び申し上げたお方である。第七段。入道小国、古豪が失せたるというは跡形もなき空ごとなり、いかにしても いかがにもして失わんとのたまいけるが、何としてかはたばかりいだされたりけん、古豪の殿を捕らえつつ、あまりなしてぞおっぱなったる。年23、出家はもとより望みなりけれども、心ならずあまにされ、古き墨染めにやつれ果て、佐賀の奥にぞすまれける。無下に歌的ことどもなり。現代語訳。このことはいつしか入道小国の耳に入った。古豪が代理より行方知れずというのは真っ赤な偽りであった。何としても追っ払ってしまおうという。一体いかなる手立てで代理から古豪を連れ出したものなのか、古豪を捕らえて尼にして追放してしまった。年はまだ23歳の裏若さであった。もともと古豪にとって出家は望むところであったが、心ならずも強引に尼にさせられて、濃い墨染めの衣に身をやつして佐賀の奥でひっそりと日々を送っていた。なんとも気の毒なことであった。第八弾。主上はかようのことどもにゴムをつかせたまいて、ついに隠れさせたまいけるとかや、法王打ち続き御嘆きの水をしげかりける。サンヌルーマン、エーマンには第一の御子二条の院宝行なりぬ、安元二年の七月には御孫六条の院隠れさせたまいぬ。天に住まば肥沃の鳥、地にあらば蓮理の枝とならん。と天の川の星を指して、指しも御ちぎり朝からざりし献春門院、秋の霧に侵されて明日の露と消えさせたまいぬ。年月は隔たれども、昨日今日の御別れのようにおぼしめして、御涙いまだ尽きせざるに。治承四年の五月には第二の御子高倉の宮打たれさせたまいぬ。
減税御所を頼みおぼしめし、召しされつる、新院さえ先立たせたまいぬれば、とにかく、かこつかたなき御涙のみぞ、ひげかりける。悲しみのいたって悲しきは老いてのち、子に遅れたるよりも悲しきはなし。恨みのいたって恨めしきは、和光して親に先立つよりも恨めしきはなし。と、かの朝綱の将校の、子息、速やきらに遅れて書きたりける筆の跡、今こそ思い知られけれ。現代語訳。高倉上皇はこのようなことのために病にかかられ、とうとう崩御なさったということである。後白河法皇は打ち続きお嘆きになることばかりが重なった。去る永満元年、西暦1165年には第一王子の二条院の崩御、安元2年1176年7月には孫の六条院がお隠れになった。天に住まば肥沃の鳥、地に住むならば蓮理の枝になろう。これは博楽天の長言歌ですね。そのように天の川の牽牛織女の二つの星を指して固い約束を取り交わされた賢春門院、この方は高倉上皇の、お母さんですね、平の重子のことです。賢春門院も秋の霧に侵されて朝日を受けた梅雨のごとくに儚くお亡くなりになった。それから年月は隔たったが、昨日今日のお別れのように思われて、涙もまだ尽きないうちに、治承4年1180年5月には第二王子高倉の宮持人王が打たれてしまわれた。その上、現世御所まで頼みに思っておられた高倉上皇までが先にお亡くなりになったのである。あれこれ愚痴のこぼしようもない御涙ばかりがあふれておいでになる。本当はその原文もうちょっと細かく書いてあるんですけれどもね、大江の朝綱の詩とかが引いてありますね。ここの詩だけ適当に現代訳をする、もう訳をすると、悲しみの中で最大の悲しみは老後において子供に先立たれることであると。これほど悲しいことはない。また恨みの中で最大に恨めしいのは若くして親に先立って死ぬことであると。それ以上の恨めしいことはない。まあ悔いが残るというわけでしょうね。それを思い出してしまうというわけですね。それでは最終段第9段。かの一条明殿の御独自も怠らせたまわず、三密行房の御訓示も功をつむらせおわします。天下両安になりしかは、大宮人もおしなべて花のたもとややつれけん。現代語訳。後白河法皇は例の法華経、法華経、妙法蓮華経ですね、一部実感はないんですけれども、まあいろいろ付属のものがあるようですね。この独自を怠りなく続けておいでになり、真言の真悔の三密の行房を主せられることも積み重ねられた。今は天下は両安、両安というのは天皇、あとは上皇もですかね、の喪に服すってことですね。崩御に際してですね、1年間、まあ、世間が喪に服すわけですが、それに、両安になったので公卿天上人たちはすべて華やかな装束を改めて喪服に変えたことであったであろう。というわけで、サムネイル、最後のサムネイルのご説明です。高倉天皇に命じられた中国は密かに保護を連れ戻します。これはその牛車に乗せて連れ戻すところですね。それを知った清盛は保護を代理から追い出して尼にしてしまうと。このような心痛が続いた高倉上皇はついに崩御をなさってしまった。というわけで、
古語のあたりはですね、治承三年の話ですからね、平家滅亡まで、5年ぐらいの話ですかね。以上、おごれる人も久しからず、平家滅亡まであと4年ぐらいですね、今ね。平家物語絵巻牧野第6条古号のこと終わります。ありがとうございました。